こんにちは。本編に入る前にですね、佐々木からの告知です。本日、9月9日、ロッテ対日本ハム戦、千葉テレビマリーンズナイターで佐々木智也解説します。実況は小笠原瀬アナウンサーでございます。昨日はね、沢村がいきなり投げるっていう、まあここら辺はね、総チェックでまだかかる語りますけども、いいピッチングで勝ってというところで流れに乗っていけるかっていうね、まあ、日本ハムはちょっとこれ以上ね、今現状2位ロッテに、負けが過ぎるとちょっと、CS 進出も黄色信号が、灯ってくるのかなと。でまあソフトバンクね、楽天戦っていうところもね、このままソフトバンクとロッテが勝ちすぎるとソフトバンクロッテのマッチレース、その他のチームがちょっと CS 進出に向けても2位までしかないんでね、なかなか難しい状況になるっていう、プロ野球後半戦入ってきましたけども、どういう試合展開になるのか、今日ロッテは先発大島、先週はね、宇都宮の前に負けましたけども、ピッチング内容自体は素晴らしかった。その前の前の週はね、楽天戦でも好投というところで、調子がいい中での今日の試合どうなるのか、日本は金子ショートスターターになるんですかね。まあ、初回、なかなかねうまくいってないというところで、初回0点でうまく立ち上がれるのか、初回の両投手ピッチング、期待したいと思いますね。それとですね、千葉テレビマリーンズナイターは、7時からの放送だと思いますけれども、第2チャンネルで、試合開始前から放送されてますので、そこら辺はですね、あのテレビ、視聴、チェックしていただいてですね、千葉テレビ視聴区域の皆さん、ぜひ、本日のロッテ対日本ハム戦は佐々木解説の千葉テレビマリーンズナイターで見てください。それでは本編どうぞ。里崎チャンネル、じゃ、こんにちは。さあでは、はい、行っちゃいますか。消化ゲームパリーグ編っていう、はい、ところで消化ゲームパリーグ編って言い方が、はい、まあでもパリーグはセリーグと違って、はい、2位までクライマックスシリーズの権利があるんで、はい、まあ、2位までに入ればいいんですけども、はい、まあ、現状ソフトバンク1位でロッテが 0.5 ゲーム差なんで、正直両方1位みたいなもんですよ。はい、でこれを追い抜くためには、今ソフトバンクは38勝27敗、はい、で残り試合が、52試合っていうところを、仮に26勝26敗、5割で乗り越えた場合、はい、他のチームが1位になるためには、どれだけの数字がいるかっていうね。はい、ロッテはちなみに27勝25敗。貯金2でいいってことですね。ああ、まあ、今そもそも 0.5 ゲーム差なんで、はい、だこの貯金2でいけば逆転。ロッテが今の現時点で貯金が10あるじゃないですか。はい、まあ、ソフトバンクが5部でいったとしたら、うん、本当に可能性はまだまだ、まあ、そうそうそう、だから27勝でいけば勝利数は上回れるんで、はい、こう引き分けとかあるんで勝利数とかのいろんな兼ね合いあるんで、はい、とりあえずはホークスの勝ち試合を1個でも抜くっていうのが、はい、まず目安の数字になってます。そうですね、あと引き分けなどが絡むと勝率でちょっと難しくなるんで、はい、そこら辺はその時々で、楽天は逆転するために今は34勝31敗、はい、だから貯金3、はい、残り試合ホークスが5部でいくと31勝21敗だから貯金10。あー、そう、でもそこまで 3.5 ゲーム差あるとそんだけ開くんですね。そうです、だから31勝すれば65勝になるんで、うん、はい、64勝を越すためにはあと31勝いるっていう。で日本ハムは32勝20敗、はい、だから貯金12で、西武は35勝19敗、はい、貯金が26、6、オリックスは43勝9敗、うん、おー結構ですね、はい、しかもソフトバンクは5部で行った時ですよね。これ5部で行った時大変だちょっとオリックスがだって5位と6位の差が 7.5 あるんですよね。そうですね、だからもう残念ながら、うん、もう監督も変わりましたし、はい、もうオリックスは可能性ありますよ、まだ、まあ、ゼロじゃないですよ、ゼロじゃない、はい、でもあの時僕が監督変わった時に20勝5敗20勝5敗4勝4敗でいきますと、はい、うん、その時14敗してもいけたんですよね、はい、でもう9敗しかできなくなって、もう負けが込んでるんで、はい、もう消化ゲームです。だからもう来季を見据えた戦い方を多分これからもね、中島監督していくと思いますし、はい、まあ若手もね結構出てるんで、はい、もう勝たないですね今年は、もう消化ゲームです、うん、ね、言い切りたくないけど、でももう次のこと見た方がいいと思う、いいと思う、もうこれは仕方ない、はい、終わったことは仕方ないんで、うん、もう来季に見据えた監督も代行で変わったし、はい、でもう現状こうだし、うん、もう来季を見据えた戦略と吉田正尚に首位打者を取らせる、はい、そういう戦略でいいと思うんですよ、うん、そうですね、いい要素はね、そう、首位打者を取るかもしれないっていうのもありますし、そうそうそう、で新しいことをチャレンジしながら、はい、まあ、中島監督もしくはコーチとね練習っていうのも必要なんで、はい、来季
A クラスもしくは優勝するために必要なことをもう残り52試合かけてやった方がいいですね、はい、実践的な練習みたいな、ね、仕方ないです現状これでまだチャンスあるよっていうのは嘘だもん、はい、あるよ数字上、はい、でも無理だね、うん、それは、まあまあ、現実的に考えると難しい、はいうん、だ要は宝くじを10枚だけ買ってきて、はい、1等前後賞を当てるみたいなもんまあ、なくはないけど、なくはないけどみたいな、うん、っていうことじゃん、ほぼないなっていう、うん、っていう感じだね、はい、だまあオリックスはもう消化ゲームですよ、はい、で西武も3連覇、うん、まあまあもう厳しいですね、そうですね、正直でこれだとねソフトバンクが3勝しちゃうと、うん、38勝、はい、16敗、うん、だから週1回で2週だけ週2回負けれます、うん、で日本ハムが貯金12、はい、でもしこれがソフトバンクがあと3勝しちゃうと、うん、35勝17敗、はい、これは貯金18まだね、うん、あるで可能性なくはないですね、うんうん、でもこれ4位にいるっていうところが、はい、そうですね、やっぱ上が負けないといけないんでこれやっぱり、ねはい、4位にいるっていうところが難しいんですよ、うん、優勝を狙うってなると絶対3チームは勝って3チーム負けるってなると、うん、だからもしソフトバンク負けたとしても、うん、楽天とロッテが勝ってたら、はい、やっぱそこのゲーム差が縮まんないんで、そうですね、でも勝ち続けるしかないですよね、うん、そう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 、うん、もしくはちょっと大型連勝いるね、はい、7、8ぐらいの1回、はいうんうん、で楽天は貯金10で逆転可能、はい、でもあとソフトバンクは仮に3勝すれば、はい、34勝18敗、うん、まあまあ厳しいですね、そうです楽天に関してもロッテかソフトバンクが本当にこう負け連敗とかしてくれないとか、そうそうそう、だから要は楽天、日本ハム、西武が一緒に勝って上がっていって、まあオリックスはそのまま落としといてソフトバンク、ロッテを落とすっていうのを取れば上がっていけるんですよ、はいはい、みんな一緒に、そうですね、だからそこをだから要はもうソフトバンク、ロッテに全勢力かけて全チームが行って、はい、そこを落として上がっていこう戦法じゃないときついですね、結束ですね、3、4、5位の、うんうん、そうですね、はい、そこがどうなるかっていうところと、うん、まあ、ロッテはね今 0.5 ゲーム差なんで、はい、これはもうほぼ首位みたいなもんなん で、ね、まあ、ここはまだ全然チャンスあるなっていうところが、1試合でこう変わりますからね、そうだからまあハムまでかな、4位まで、うん、ワンチャンあるのはちょっと西武の逆転は、はい、まあ、可能性あるんですけど、はい、まあなかなかこの5位にいるっていうところと上に4チームあるんで、その順位がね、この西武がこの状況で2位だったら、はい、セリーグの DeNA みたいに全然チャンスあるんですよ、うん、そうですね、でもやっぱこれね5位にいるっていうところがね、やっぱその他のチームも抜いていかなきゃいけないんで、はい、全部で、ね、なかなかちょっと厳しいかもわかんないですね、いやこれが2位までじゃないですか、うん、今1位と2位が僅差であとちょっと離れてるじゃないですか、うんうんうん、これがセリーグみたいに1位突き抜けてて2位以下が団子だったらまたヒートするんですよね、全然面白い、うん、だからクライマックスも、はい、もしロッテが、はい、まあ、2位がロッテ、それがあと52試合を26勝26勝5分でいけば、はい、まあ、ほぼ同じ数値出さなきゃいけないんですよ、そうですね、はい、うん、で要はこの楽天、日本ハム、西武、オリックスはほぼ同じ数字を出さないと2位にも入れないです、はい、いやこれがまたクライマックスがいつもみたいに3位までだったらまた違うんですけどね、3位までだったら正直西武まで分かんないです、全然分かんないですよ、はい、オリックスは3位まででもちょっとなかなか厳しいかも分かんないで、はい、11ゲーム差だからそうです、ね、それはちょっと厳しいかも分かんないですけど、ね、西武までは全然いけましたね、まあ、でも今年は2位までなんで、はい、2位まででも楽天、日本ハム、西武はもしロッテが5割でいくとほぼ同じ数字、はい、まあ、ロッテが現状貯金10なんで、はい、でもどうですか今ロッテ調子的にはいいですね、うん、いいですよね、うん、ソフトバンクもだっていいじゃないですか、どう任せるかっていう、でもその代わりロッテもそのチーム打率とか、はい、あのチーム防御率っていうと別に全体で言うとそんな大したことないんですよ、ミスがないんですよね、そうなんですよ、ミスとフォアボールが多い、うん、オリックスの貯金分だけ貯金あるんですよ、オリックスに今貯金10なんで、はい、あと西武にも5勝9敗負け越して楽天にも6勝9敗負け越して、うんうん、日本ハム7勝5敗でほぼ5分、はい、あとソフトバンクに8勝3敗と、はい、あの貯金作ってるんですけど、まあじゃあこっからはちょっと、はい、なぜソフトバンクはロッテに弱いのかっていうのを、そうですね、ちょっとここで、うん、そもそもね、はい、ウサギと神やと思うんですよ僕見てて、はい、試合をあのソフトバンクはそこまでロッテを意識してないです、意識してなかった、はい、この前の3連敗までは、うん、だからウサギ状態、はい、まあ、去年は大きく負け越したけど、うん、今年は全然いけるだろうと、うんうん、で3連敗するまではあの3勝、5敗だったんで、はい、借金2じゃないですか、うん、まあそんな悪いわけじゃないですよね、はい、だからそこまでそのロッテを
相手にしてなかったと思うんですよ、はい、ソフトバンクは。いや別に今年はいけるってみたいな、うん、でもロッテとしてはいい感じで来てるから、だから 3.5 ゲーム差ですね、うん、ここで3立てしてっていうところで、そのロッテはソフトバンクに対してこの3連戦に全部準備してきてそこに当ててきたと思うんですよ。だからあの増田 あの3連投解禁とか、うん、あの先発ピッチャーも火曜日に投げてた美馬を土曜日に回して、はい、石川金曜日で、うんうん、今いるロッテの2枚 あのエース格をソフトバンクにローテーション変えてでも当ててきた、はい、逆にソフトバンクは金曜日勝ててた試合をモイネロ休養日だからって言って投げさせない でそれが勝ってたのを負けたんですよね、うん、逆に言うとその前のオリックス戦、はい、このロッテがもし大事だとしたらモイネロをこのロッテ戦は絶対投げさせるようにその前休ませてたと思うんですよ。そうですね、普通に考えるとね、先を見越してなかったっていうことです、ね、だからそこまでロッテを重んじてないんですよ、うん、だから亀、はい、ロッテをだからウサギだから亀さん別に相手にしてないよみたいな、うんうんっていう状態だと思うんですよ、はい、で3連敗しました。工藤監督のコメントとか言うとこうしっかり対策を練らなきゃいけないみたいな、うん、今更みたいな、はい、もうちょっとだからっていうコメントが僕は逆にすんなり来たんですよ、はい、あそんなにやっぱりロッテ意識してなかったんだみたいな、うん、逆にロッテはもうソフトバンクバチバチで意識、はい、それに合わせて全部編成してまで勝負かけた3連戦、うん、ソフトバンクは別に通常と同じ流れで、はい、はい、ロッテですか、はいみたいな、あモイネルちょっと連投してるんで休みますみたいな、はい、で感じで負けたことによって3連敗、うん、で終わってみたらいやこのままだとやばいと、はい、ちょっと対策を練らなきゃっていうので、うん、だから要は寝てたんだよね、はい、で起きたらカメみたいな、カメ結構近くに来たよっていう、対策練なきゃみたいなっていうところでちょっとバタバタしてんなっていう、はい、そこにねすっごい違和感があったんですよ、はい、あそういやと思って正確な情報が欲しいから調べたんですけど、はい、2005年、はい、ロッテはソフトバンクに、まあ、シーズン2位で入ってあの時はプレーオフだったんでプレーオフを勝ったチームがリーグ優勝っていうあの形だったんですよね、はい、でそこでプレーオフでロッテが勝ってロッテがリーグ優勝して日本シリーズまで日本一になって、はい、でソフトバンクは2004年の西武5年のロッテとともに、まあ、2年連続でリーグ優勝、まあ、シーズン1位で勝率1位できながら、まあ、リーグ優勝を逃したっていうところで2006年のスローガンがなんと、はい、倍返し、おー今もう倍返しだって言ったら今半沢直樹じゃないですか、はい、でももう2006年にホークスは倍返しっていうスローガンを掲げてるんですよ、はい、でそれは昨年プレーオフで、まあ、苦杯を喫した千葉ロッテマリーンズの試合で始まった開幕戦、開幕がロッテ戦だったんですよね、はい、あの今季ロッテ戦に設定された年間スローガン倍返しでは単に昨年の借りを返すというだけでなく、うん、福岡ソフトバンクホークスに関わる全ての喜びを倍にしようというチーム、はい、そしてファンの思いを込めたもので、うん、開幕5連戦で好調スタート切ったホークスは CM だから CM も作ってるんですよ、ロッテバージョンで倍返しだって倍返しの、はい、なんかこうやって王さんもさあ始めようって言って、あの指さした方向をめがけてホークスの選手が次々とボールを打ち込むんですよ、はい、で空行ってその打ち込まれるのはマリンスタジアムにボールが届くんですよ、はい、っていうだから対ロッテ戦に向けてのその、はい、絶対ロッテ倒すみたいな、でも2005年は10勝10敗なんですよ、はい、だから5分なんですよ、はい、別に大きく負け越してるわけでもなければただプレーオフで負けたっていうだけであって、でもそれをロッテにも絶対勝ってっていう、でしかもあのハリーホークいるじゃないですか、はい、あれがロッテ戦限定であスーパーハリーだったかな、へえ、なんかバージョンアップするんですね、そうそうっていう特別仕様のキャラクターになって、はい、へもうだからチーム一丸となってそのロッテを倒すっていうスローガンも含めてキャラクターとかやってたところに、まあ、僕らはそのど真ん中にいましたけど、はい、まあすごい圧感じるんですよ、うん、ロッテになんて絶対負けねえぞみたいな、はい、それが今全く感じない、そういう熱量が、はい、だからそれを出した方がいいんちゃうかっていう、でも今やっと気づいたじゃないですか、ロッテに対して対策取らないとやばいっていう、だから俺はスーパーハリーを復活させた方がいい、はい、あの時の気持ちを思い出せってことで、そう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 、だから多分2005年の時の気持ち知ってる現役いないと思うのね、あ、和田だ、和田だけだ、あ、でもそんいないです、いないんですね、うん、1軍ではね、ひょっとしたら2軍のとこにはいた、でも、はい、だってもう15年前だからね、ああ、それはちょっとあれですね、うん、だ和田だけだと思う、うん、まあロッテとかだと鳥越さんとかコーチいるけど知ってると思う、はい、やられた方なんで、はい、でもそれを熱量をホークスは出す、だから今度ペイペイでやるときはハリーホーク緊急出してきた方がいいと思う、はい、そうですね、その球団としてどれぐらいの意気込みなんで、しかもその時クライあの WBC があって、はい、春分の日かな、はい、3月20日ぐらいが決勝だって、はい、でその週のもう週末から開幕戦だったから帰ってきてそのまま福岡入りで開幕戦みたいな感じだったんでね、うん、日本代表選ばれた選手、はい、だからボビーその時ボビー監督で、うん、あのだからメンバーはもう福岡入んなくていいと、はい、
使われてるから、はい、西洋に当ててマリン帰ってからの火曜日の試合から合流でいいみたいなだったんですよね、はい、で先発が久保康友だったんですよ、うん、開幕投手、はい、清水直さんとか広之とか俊介とか全部行ってたんで、うん、でも僕がキャッチャーとして、はい、そんなもん元気やでとその休まんの開幕戦おらへんとかありえへんでっつって、うん、行くっつって俺は行ったのね、はい、でまあ開幕戦 DH だったんだけどもでその時にそれをサンディエゴの優勝祝賀会のパーティー試合終わって胴上げして、はい、シャンパンファイトしてでその後祝賀会みたいなのがあって、はい、その時にあの当時松中さんが、はい、なんかロッテ来てるメンバー福岡開幕戦行けへんって聞いたんやけど本当っつって、うん、あなんかそうみたいですねなんかボビーが疲れてるからっつって、まあ、僕は行こうと思うんですけど、うんお前えらい余裕やなみたいな、はい、もう絶対やってるからなみたいな感じでへー、まあね、今まではね、うん、代表としてあれだけど、はい、終わった瞬間もペナントで戦うそうですねライバルですからね、うん、っていうぐらいのバチバチ感あったんですよ要はホークスの人からだって松中さんですよ、はい、その時主砲じゃないですか、うん、三冠王出てそうです、ね、お前余裕ぶっこいてんじゃねえよお前開幕戦からバリバリやってるからなみたいなだから球団内でもやっぱ浸透してたわけじゃないですかそうそうそうだからお前がするぞってだからそういうのねが見えへん今だからそのだから、うん、その対策とかじゃなくて俺そういうのも必要ちゃうかっていうで今からソフトバンクはもう球団その選手にあの当時の経験とかを語っている人が、うん、その上のまあフロントとかもいるかもしれないじゃないですか、うん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 、こういう倍返しってやってたんだハリー・ホークはバージョンアップしたんだっていう、うん、スーパーハリーまず出し切った方がいいと思うそうですね、うん、でなんかそういう気持ちも統一したらまた変わってくると思う、うん、だからちょっとね日本一続けてるから、はい、ちょっとね上から見物しすぎ、うん感ロッテに対してね、はい、っていうところはこの3連敗のところでなんか見た感じでもあれですねソフトバンクはまあちょっと気づいたわけじゃないですか、うん、対策しないといけないって、うんうん、でもロッテはまたトレードとかで陣も加わって、うんうん、そう沢村がね入って、はい、だからまあ分かんないけどもちょっともうすごい面白い戦いになりそうなんですよで数字上はね、はい、こういう数字になってるんで、まあ、楽天もね日ハムもまだ負けないですよそうですねだからオリックスはまあ消化ゲームっす、はい、西武も結構黄色信号正直日本ハム楽天まだ日本ハムが青が変わりかけはい、黄色にで楽天も一緒みたいな、ね、数字上は可能ですけど日本ハムまでかなっていうで2位までもね2位が1位とほぼ変わらないんで、はい、まあそこそこだから数字上出すと残り本当に半分切りましたけど、はい、結構厳しいだから1回下にいるチームは大型連勝必要5連勝とか、はい、ソフトバンクはこの前8連勝してましたからねそうですね、うん、だからそういった意味でも、まあ、カードをしっかり勝ち越していくっていうね、はい、だって楽天でもあと21敗しかできないから8敗8敗5敗だから8敗ってことは週2回負けれる全部のカード勝ち越していかなきゃいけないっていう計算だから、はい、普通にねソフトバンクが五分でいくとね、はいまあ、だからやっぱそういうちょっと3位とか4位にいるチームも6連勝7連勝とかいう、うんうん、そういうのがないとちょっと苦しくなってきますねそうですね、うん、言いにくいですけどオリックスとかの対戦が鍵になるですねオリックスがロッテとかソフトバンクを倒してくるといくとこのチームにもまたチャンスが出てくるわけですよね、はい、ロッテがソフトバンクを3連敗したことによってロッテは上に行ったけど下のチームも離されなくて済んだから、はい、結構漁夫の利を得れるパターンなんですよ、うん、ここでねあの3連敗ロッテが3連敗とか2連敗してると、はい、一気にソフトバンクが独走しちゃうんで、うん逆に2位争いになってたところもあったんですけどソフトバンクにロッテが3連勝してくれたおかげで、はい、ちょっと詰まったっていうところでチャンス出てきてるんでそうですねまあこっからはだからどう戦うかですねいやーでもパリーグまだまだ面白いですねまあ厳しいですけどねまあまあ厳しいチームもありますオリックスはもうねこれ言いにくいですけど、はいまあ、事実上の消化ゲームで、まあ、西武はもう赤になりかけの黄色、はい、怪我人もいっぱい出てきて、はいで日本ハムはもう黄色になりかけの青、はい、楽天もグリーンライトはロッテのみこの1ヶ月だから9月いっぱい戦ってどうなるかですね、はい、それがもうレッドに変わるのかブルーに逆にいくのかね、まあ、楽天もロッテにね連勝すればすぐ入れ替わりますからまあまあそうですね、はい、そうですだからそういった意味でもまだまだチャンスありますから、うん、でもソフトバンクが5割でいった時の話ですから、はい、逆にソフトバンクが残り試合25勝31敗とかで落ちちゃうと他一気にチャンス出てくるんですからそうですねだからこれ仮にねソフトバンクが5割いった26勝26敗でいったらっていう話ですから、はい、万が一借金も考えられるんで、はい、今年のパリーグはそうです、ね、残り試合考えるとねだからまあまだ分からないっていうところもありますけど、はい、まあやっぱりクライマックスあるおかげで一つでも若干まだ可能性あるっていうところがね良かったですねそうですね楽しみに見ていきましょうそうですね、はい、あとはもう皆さんの気持ち一つ皆さんの、はい生姜ゲームと思ったら生姜ゲームよく言うじゃないですか、はい、僕はあんまり読んだことないんで、はい、伝えた話ですけど、はい、あの安西先生の言葉言ってやってくださいよ諦めたらそこで試合終了ですよ